俳優の高橋克典59が30日自身のブログを更新。来週スタートの NHK 連続テレビ小説バケバケのヒロインを演じることが決まった俳優の高石あかり21こうイコールはしごだかとの2ショットを公開しエールを送った。宮崎のローカル局アンクテレビ宮崎の開局50周年を記念し、東村明子氏が地元宮崎を舞台に描いた漫画ひまわり健一レジェンドを原作としたテレビドラマひまわり宮崎レジェンドにで共演経験のある高橋と高石。高橋は突拍子もない言動で周囲を困惑させるマイペースな父親健一1号を演じ、腹黒ぶりっ子キャラで相手を振り向かせるためなら骨折さえも厭わない20歳の女子日高菜の葉を高石が演じた。